皆さんこんにちは。千葉からやってまいりました千葉連北天会と申します。皆さんご存知のようにですね、よさこいというのは毎年テーマがありまして、実はこれから演舞する、テーマなんですけど、あんまりお祝い事にはふさわしくないんじゃないかなと思いますけれども、気持ちだけはですね、今日はたくさんの10周年ということで、お祝いする気持ち、演舞に込めましたので、どうぞよろしくお願いします。後ろにあるのは江戸城ですね。それです。火を操る人の強み、日照を担う人の読み、その一瞬が後悔の始まり。火の用心。東京ファントムさんとですね、宮城さんにもご協力いただきました。どうもありがとうございました。